どうもこんにちは、ピカクロスでございます。この子はチャンネルのマスコットキャラクターのオリガちゃんです。さてさて、今日は人狼初心者講座と題しまして、初心者の方向けに人狼の心構えのお話をしようと思います。今回は第1回目、村人陣営の心構えのお話をいたしましょう。項目は大きく分けてこの5つ、順番にお話していきますよ。人狼を始めたばかりの人は、最初どうやって人狼を探せばいいかわからないと思います。そういう時はまず手始めに誰かを疑ってみましょう。この時、具体的な理由がなくても構いません。表情が硬い、喋っていない、緊張している、こんな感じに軽い理由で相手に話を振りましょう。疑いを向けられた相手は何らかの反応を示すと思います。この反応が相手を判断する材料の一つとなります。その反応を見てもわからないという人は、基本的に堂々と返答していたり、尻込みするような反応をしていなければ強く疑わなくていいかと思います。ともかく、人狼の序盤は疑って情報収集をすることが大切です。この情報が後半になって生きていきます。さて、序盤から積極的に情報収集をしていけば、誰が誰を疑っていたなど、いろんな情報が揃っていきます。この情報をもとに、誰が人狼かを絞り込むのがこのゲームの基本とも言えます。しかし、情報量が多くなればなるほど、決断に迷いが生じやすくなります。そういう時は、何を一番信じるのかを決めるがとても大事です。自分自身が信じれる要素を決め、それを軸に決断をしていきましょう。終盤において人狼はあの手この手であなたを信じさせようとしてきます。自分の考えや思考の軸をぶらさないためにも、信じることを恐れてはいけません。どうせ負けるなら信じきって気持ちよく負けましょう。人狼の終盤は何を信じるのかを決めることが大切です。まず鉄則として、基本的に推理は水物という認識を持ちましょう。推理や考察が外れるのはよくあり得ることです。だからそれ自体が悪いことではありません。一番良くないのは、間違いを恐れ自分の考えや推理を他の人に伝えないことです。あなたが相手を推理しているとき、同様にあなたも相手に推理されているのです。自分の考えを村に示すことが相手の推理の材料になります。村人にとって人狼は推理をして正解を当てるゲームではありません。推理をして人狼を見つけ出した上で、他の村人と協力して人狼を倒すゲームです。結果的に間違いだったとしても、自分の考えを伝えていくことが人狼を見つけ出す一歩となります。初心者の時は、一回聞いてよくわからないことがあればしっかりと聞き直しましょう。おかしいなと思ったことを、そうなのかなとそのままにすると、人狼に誘導される危険性があります。変だな、おかしいなと思ったら、相手に対して再度聞くことはとても大切です。ただし、残りの議論時間には注意しましょう。たまに変なことを言って時間を浪費させる狼陣営の人もいます。もし自分の信じた推理で負けてしまっても、後悔をしてはいけません。大切なのは、後悔よりも振り返りです。遊んだ村を振り返って、他に自分ができることがあったか、勝つためには自分に何が必要だったかをよく考えてみましょう。村が終わった後、振り返りをしっかりとやっていけば人狼は上手くなっていきます。推理を外して落ち込むのはよくありません。先ほど申し上げた通り、推理は水物です。大切なのは、どうすれば勝利に手が届いたのか、そこを振り返ることがとても大事です。人狼初心者講座第1回目、村人の心構えでした。いかがだったでしょうか。あくまでもピカクロスが思う初心者の方に向けた話になりますので、考えが合う合わないはあるかと思います。それでも初心者の方のささやかな手助けや考え方、心構えの参考になれば幸いです。ここまでご視聴いただきありがとうございました。
それでは良き人狼ライフをお過ごしくださいませ。